松本純造松本純造を1月1日から1950年10月9日は、日本のプロレタリア詩人、無政府主義者、政治家、衆議院議員、本名、厚紙作り、島根県美濃郡高城村神田で、山口ゆ美、松本家の夫妻の長男として生まれ、祖父養県に養育された。九百十四年、島根県立浜田中学校を卒業し、 慶応義塾大学理財科に進んだが1916年に中退し、その後、西日本各地や東京などを放浪した。1918年、久原工業を佐賀の関清錬所に作業員として就職。1920年、坂井敏彦の推薦で、雑誌、中外の記者となり、日本社会主義同盟に加盟。1921年、 自由人連盟の演説会で右翼に刺された。同年9月、再刊された、種巻9人の同人となる。1923年6月、日本初のプロレタリア志士、鎖をダダカンスケラと創刊した。1927年5月、小川未明、江口刊らと、日本無産派文芸連盟を組織。1928年、日本労農党に入党し、 その後、施策から遠ざかった。1928年、日本大衆党の決闘に加わる。その後、社会大衆党中央委員、東京府会議員、同産次会員などを務めた。1946年4月、第22回衆議院議員総選挙に、島根県選挙区から日本社会党公認で出馬し、当選。次の第23回総選挙でも当選し、 衆議院議員を通算2期務めた。この間、衆議院文教委員長、日本社会党、中央執行委員、同文化部長などを務めた、松本厚志づくりに関するカテゴリー、ありがとうございます。